伊福久は中国信頼中期の貿易賞、画家。貿易賞として長崎にたびたび来日し、南州画の画風を伝えた。池大河や桑山玉島らが死縮し、その後日本の文人画壇に広まった。名は海、字は福久号は、や、木川聖堂、雲水維人などと称した。古州福来教犬の人。兄の伊藤吉から心配を受け継ぎ。 共放5年に初めて長崎に来泊、以降、延響4年までに6度ほど渡航した。主に馬を商う貿易商で、新朝国金の国用馬を、幕府の御用馬として白菜してきた功労により、褒送を受けた記録が残されている。余儀として、南州画風の山水画をよくした。長崎の清水白民が門弟となっている。桑山田マは、江地悲で、白来清志人中の、 五角と絶賛。また、金星名箇所絵段三編でも、北朱画を伝えた、陳南品と共に最上位に置かれている、池大河や野路解析、悟る神玄明らが、死縮し大きな影響を受けた。普及の名を全国に広めるに、伊普及、池大河山水画布が、大きな役割を果たした。この冊子は、藩天寿が縮み模し画布としていた後本を、 天示没後木村県が指導を介して、中野祖道が刊行したものである。なお、普及と続いてトライした非関連、超秋国、高架法を合わせて、大白四大化と呼ぶ。ありがとうございます。